き、えー、昨日がです、ねはい、福島県の皆さんにとって大切な一日だったとっいうことをです、ね、<ー>ご存知でございますでしょうか、はいえー、今から25年前の昨日ですね、8月21日、はい、こんなことが起きてました、福テレニューースラライブラリーより本日は福島県民の日、制定おめでとうございます。 今の小室哲哉さんあ<ー>、ゆかりがありますから、はいはい、昨日は福島県民の日が制定された日だったわけなんです。関ケさん、昨日が福島県民の日だったっていうのは知ってましたか。すみません、全く忘れていました。<laughs> 中畑さんもこうやって式典に出たりした相当盛り上がった式典だった。本当、うん、ですね、えー。で、このですね福島県民の日がじゃあ制定された後。 六年後、はい、みんなから認知されていたのかどうか、はい、こちらはまた福テレニュースライブラリーよりご覧ください。今日は、何の日かご、はい、存知ですか。ええー、何の日?。よかった、仲間。今日は何だっけな、今。ちょっと思い出したんだよ。何で <laughs> は県民の日。<ー>そう、あまり認知されていないんですよ。どこ、はい、ね、関係さん。はい、これ、無料開放された,ための、施設が。うん,う,んうん、うん、うん。 県民の日だから無料開放されてたのに無料なぜ無料開放された理由が皆さん分からずに無料開放に来てたっていう結構こおも面白いなと思って今、紹介をさせていただきました関係、えー、さん、全くねこれはあの恥ずかしがることはありません、皆さんに聞きました県民の日であったことを知ってますかな、はい、なんと75の方が知らいいっていうこれ,これでもよくない ないかななと思うんですけどもね。ねえー、ツイッターでこういうのをいただいておりますこちらです。関東圏の大門台に進学した時、他の県では県民の日は休みになることを知り驚きました。<ー>そうなんです。はい、私のですね地元千葉県も6月15日は県民の日休みなんですよ。はい、学校が。でこれをちょっと紹介したいと思います。はい、その前にあこういうツイッターも来てます、はい、こちらでございます。なぜ 八月二十一日が県民の日なんですかっていう質問まで来ちゃうぐらい認知されてない。確かにまずそこからですね。はい、実は明治時代最初は若松県、えー、そして旧福島県、えー、それから旧のいわきの県なんですが、はい、これが三つがですね実は合併したのが八月二十一日だった、はい、ということころ。あ勉強した。はい、ええー、明治政府の右大臣岩倉具視。 これ昔の五百円札の方ですよ、うん、その方がです、ねえー、若松と岩城を廃止して <laughs>、えー、福島県が両県の土地と人を受け入れるよう命じた文書なんです。つまり、だからなんて言いますか中央集権が進んで明治維新が進んで国がいろんなことを決めていっちゃったっていうのをちょっと頭に入れておいていただきたいと思います。はいはい、でそこででで県県民民ののなんんすすすがごいよ皆さ埼玉は これはあのずいぶん前2019年ですけども、はい、コロナ前ですから県庁オープンデーとか、うん、それからフリー乗車券とかすごいたくさんんあるんですよ大々的にやってるんです、ね、大々的にやってる。で栃木県、これ今年ですけども、はい、これだけですねいろんな設備の割引だとか無料だとかがあったりとかとにかく県民の日の押し方がすごい。 なんか自分の県を愛してますねねえだからもうちょっとちょっと認知させなきゃいけないんじゃないのってことですがす県民の日が休みになる県関東が中心です<あ>実は西日本はあんまりなかったりうう東北も実は県民の日が休みになったりすることはないという話でございましたで、こういうふうなことを皆さん疑問に思ったことないでしょうか、はいうん、なぜ福島県の県庁所在地は郡山会津若松いわきでなくて福島なのか <laughs> ななんでなのか、はい、実は明治時代最も人口が多かったのはですね、うん、実は会津若松と福島だったんだよ。で最も人口が多かったのに県庁所在地になれなかったのは会津若松は交通の便が不便でやっぱり朝敵の藩の名残をなくそうという政府の方針<ー>やっぱり戊辰戦争の営業があった。<laughs> その結果 養蚕業が盛んで東北を治める軍隊が仙台にあり近い福島が県庁所在地になったわけなんです、うん、ところがですよ、はい、これ一番下です県庁所在地は福島市になったんだけれども明治時代会津や浜通りから福島県庁まですっごく時間がかかる今みたいに交通発達してないから 2>,、はい、2日3日もかかる確かにそこで県庁を移転すべきという意見が出ましたこれが実は えー、安倍茂平さんという方がですね郡、はい、山への移転運動を始める、郡、はい、山が便利なんじゃないのうん、うん、ちょうど真ん中にありますしね。でね、これがね、はい、これがですよ、なんと、なんと、可決されちゃったんですだから県庁の郡山の移転が県議会で可決されたから、一度可決されてるんですねそうだから福島から郡山行くよはいところが、ですところがところが郡山の県庁移転は実現しなかった。 なぜかというと、はいこれ、すごい深い意味がありましてね、郷土史家の石田さんに聞いたら、やっぱり中央集権だから、政府が移転案を却下しちゃった、はい、その裏側として、移転反対派の政治力があって、政府高官に金品を献上した、<ー>つまり賄賂とかがあったんじゃないか、しかもですね、安倍茂平さん、この郡山のですね開拓に力を入れて、郡山に県庁を持ってこようということを運動した方が、 その年なくなっちゃった、うんうん、これで郡山が実は県庁所在地ではなくなってしまったう、はあ、こういう、ことがあるわけですただこういうなんか歴史を知ると、ちょっと福島県の県民の日、こういう歴史を学ぶ日だったりするといいのかなと、斉藤さんありがとうございます明日来年は私、県民の日を盛り上げたいなと思います